怪獣コンピューターチェック。チェックします。名前ルナチクス、種別満月長寿、身長58メートル、重さ63000トン、能力口から火炎を出す。夜空にぽっかりと浮かぶ美しい月、地球から見れば美しく見える月も、実は水も氷も空気も緑もない、クレーターと砂漠だけの死の世界なのだ。地球の兄弟星とさえ言われている月が、なぜこのような姿になってしまったのだろうか。それは鳥獣ルナチクスの仕業だったのだ。ルナチクスは地底の奥深く惑星のマグマ層に好んで生息する生き物である。体中が超耐熱性のレンガのような物質でできているので、マグマの中を自由に泳ぎ回り、マグマを食べて栄養分にしている。月はルナチクスにマグマを全て吸収され、あのように荒れ果ててしまったのだ。月を滅ぼしてしまったルナチクスは、マグマを求めて今度は地球に住み着いてしまった。年に一度10月の満月の夜になると、ルナチクスは地上にその姿を現す。湖の水が沸騰し、温泉のお湯が蒸気となって干上がったら、それは奴が現れる知らせだ。とにかくマグマを食って生きているような鳥獣なので、全身が火のように熱い。口からはマグマを利用して作ったルナチクス高熱火炎を吹き出し、相手の体を焼いてしまう。水をガブガブ飲み込めば、それが体の中で水蒸気になり、口から激しい風のように吹きつける。口に生えている三本牙は、一度食いついたらすっぽんのようになかなか離れない。たとえ雷が鳴ってもダメである。だがルナチクスの最大の隠し技は、ランランと光る両目にある。なんとこの目玉はミサイルになっていて、打ち出されて敵に命中すると大爆発を起こす。